はい、じゃあ今回は柚子胡椒キャベツと赤玉ねぎピクルスのチキンバーガーを作っていきます。じゃあキャベツをまずコールスロー作る。千切りにしたキャベツをボウルに入れます。キャベツの水分を抜くためにこう塩を当てます。塩したキャベツをちょっとよく塩もみですね、揉んでいきます。上から重しをして、これを3時間ぐらいですね。今日はこれで3時間ほど今重しをしておいてたので、もうキャベツ水分が出てますので、これを軽く水で洗って水気を切ります。あとはこの柚子胡椒マヨネーズを和えます。でまず使う鶏肉なんですけど、これをまあ前日に漬け込みます。ニンニク、生姜、レモン、魚醤ですね。馴染みやすいようにちょっとだけ油を入れます。これをビニール袋に入れて、この中でよく揉んで、これで一晩置いといてもらえれば味が入るんですね。一晩漬けた鶏ももをちょっと軽く水気を切って片栗粉をつけて揚げていきます。僕らは温度見るときはこう箸入れて泡立ち具合で温度を見極めるんですけど、これぐらい泡立てば大丈夫です。焼いて揚げるのまあ 2,3 分あれば揚がると思います。これぐらいちょっと焼き色がついてきたら、次はこのバンズを半分に切ります。うちはこの自家製のバンズを使ってるんですけど、食パンとかで軽くトーストしてサンドイッチみたいな感じでも代用は全然大丈夫ですね。ちょっと高温のオーブンで表面カリッとするように2分半ぐらいですかね。バーガーの間に挟むトマトをスライスします。これはわさび菜ですね。ちょっとずつそういうのでアクセントっていうかつけるようにはしてます。じゃあちょっとこうまた表面がカリッとするぐらいまで、これ焼き上がったバンズにマスタードを入れます。わさび菜、柚子胡椒マヨネーズで和えたコールスローですね。でスライスしたトマト、先ほどの鶏ももです、ね、最後に赤玉ねぎのピクルス、こちらで完成になります。今回は柚子胡椒マヨネーズを使いましたけども、マヨネーズの風味を変えてもらってもいいですし、ピクルスの野菜を変えてもらってもいいですし、バーガーじゃなくてもトーストとかでサンドイッチにもアレンジはできますので、いろいろ試してみてください。